お願いしますわ、アミティさん。ラフィーナ、ぷよ勝負ってお肌に良くないと思うよ。そんなことありませんわ。毎日適度に体を動かすことは美容と健康の基本ですわ。確かにラフィーナの動きは大胆で体に良さそう。それに何といっても発掘勝負があるとか。一体何が埋まってるのかしら。ルビー、もしやダイヤモンド。ワクワクしますわ。いざ勝負ですわ。気合満々、本気モード。
何かを感じる。ルミナリー、えい、いくよ、もっといくよ、せーの、ブラストビード。ちょっとやめてよ、えい、何かを感じる。ちょっとやめてよ、そんなはずは。やったね。ナスなのはわかる。美味しそうな色してるし、食べられる？それは無理無理無理なんだナス。プリンプにはいなかったよね。プリンプってプリン？食べられるんだナス。プリンプを食べに来た魔物なの？
何故にと言われても、大会に出場してるからかな。よう、王子と心得て勝負するつもりか。知ってるよ、魚王子だって。不届き者、お供を呼んで成敗してやる。大会なんだからしょうがないんだよ。シグ、優勝までもう一息なんだけど、後で森で見つけた虫のいっぱいいる木を教えてあげるから、優勝に協力してくれないかな。虫の木を教えてくれるならいいかも。どうしたらいい？お手柔らかにってことかな。手は固くない。左手まだちょっと変だけど、アミティ硬いの？見せて。いや、私の手もぷよぷよしてるよ。そっか、よかった。アミティの手もちょっと変になったのかと思った。もういい。ぷよ勝負しよう。やった。ぷよ勝負だ。よし、もっといくよ。
ていくよ。せーの、アクセル、アクセル、その帽子、どこで手に入れた？この帽子欲しいの？でも、お兄さんにはちょっと似合わないかも。何も知らないようだな。え？何も知らないってどういうこと？お前まだ、赤プヨ帽の力を使いこなしてない。まあいい。お前が欲しい。欲しいって。お兄さん変。しまった。抜けた。赤ぷよぼ。まあ同じことだ。ピンチの予感。でも負けない。望むところだ。願い事はもちろん素敵な魔導士になりたい。あれ、全然変わらないよ。きっとメダルは今のアミティさんが十分素敵だと思っているのね。メダルさん、それはないよ。叶うのは未来かもしれないにゃ。